はい、hey、guys, what's up? ニクです。今回のこの英語を聞き取れますかもグリーというドラマに出てきたフレーズです。今回は一唐辛子編です。より簡単なやつですね。このシリーズで紹介しているフレーズは全部本当の発音なんですけど、すごく普通の日常的な発音なんですね。特に早口なセルフはそんなに選んでないんです、実は。 とっても早いとか何言ってるか全然聞こえないと思う人が多いんですけど実はこれが普通の発音なんですね。慣れないと始まらないですよね。僕はこれまでに英語本を8冊出してるんですけどその CD の収録の時にあのプロのナレーターさんに収録してもらうんですけど僕はいつも立ち会ってるんですね。そこで英会話の業界でいつも仕事している プロのナレーターさんにやってもらうんですけどあの普通に話してる発音で話してください教科書発音じゃなくて本当の発音でお願いしますというとみんなにえー、本当の発音でいいんですか教科書発音じゃなくていいんですかと驚くんですそれだけ教科書の発音と本当の発音が違うんですねプロのナレーターさんもそれをよく知ってるんです なのでリスニングの教材はもちろんあのネイティブが話してるんですけどそれがもうゆっくりきれいに話してるんですねなので教科書やリスニングの教材で英語が聞き取れても実際世の中に出てみるともう全然聞こえてないということがよくありますよねあの気休めみたいなところがあるんですね僕はそれでいいけないと思って 本当の発音に慣れさせようとしてるんですけど別に意地悪なフレーズを選んでるわけじゃないですよ。本当にこうやって話してるのが普通の英語なんです。ちなみに僕も日本語を習い始めた時はあの全然聞き取れてませんでしたね。英語だけ早い、英語だけ聞き取りづらいじゃないですよ。日本語を学ぶ人にとっても同じ悩みがあるんです。全く同じです。 例えば教科書の日本語は聞き取れてもそして優しい日本人があのゆっくりきれいに喋ってくれる時は理解できたんですけど日本人同士の会話が全く聞き取れなかったですねもうあの何語かわからないぐらいもう全然聞き取れなかったですねなのでその悩みはよくわかりますそしてこのシリーズの最初の部分で聞き取れますかというところで 聞き取れなかったからやだもう見ないってなるのは本当にもったいなくて最初は聞き取れないそして発音のポイントを押さえてそしてトレーニングをして最後に聞き取れるというものなんですねリスニングは時間がかかります慣れるのに時間がかかるのですぐ諦めないでください今回は前振りがちょっと長かったんですけど早速今日のフレーズを見てみましょう この英語を聞き取りますか今回は1とうがらしというレベルなのでいつもほど難しくないんですけどそれでも結構難しいですねシチュエーションはこの先生がとっても優しい男なんですけどあのちょっと性格の悪い女の人と結婚していてそしてその奥さんの偽装妊娠がバレて 学校のカウンセラーに相談してるんですね。そのカウンセラーが、ま、あ離ンは大変ですからね、って言って、彼が、え、離婚するって、一言も言ってないんだけど、って言って、彼女が、すいません、てっきり、ってなって、その後、このセリフです。それではシ、シチュエーションの中で、使われてるの、もう一回見てみましょう。Your divorce is a really big deal。Who said anything about getting a divorce? Oh god, I'm so sorry. I just assumed that that's. Is that what you would do? it You know, divorce is a really big deal. Who said anything about getting a divorce? Oh god, I'm so sorry. I just assumed that that's. Is that what you would do? Is that what you would do? と聞いてます。君ならそうしますかと、アドバイスを聞いてる感じなんですね。まずはこのフレーズをちょっと説明しましょう。is that plus w h 名詞という文型なんですね。よく that's plus w h 名詞というフレーズを使うんですけど、これはそれが、そこがという ちょっと強調した言い方なんですね。例えば、That's what I thought. それが私が思ったことです。つまり、私もそう思った。とか、That's where I live. そこが私が住んでいるところです。つまり、私がそこに住んでるんですよ。とか、That's why I was angry. それが私が怒った理由です。 だから起こったんですよというフレーズなんですね。本当によく使います。今回は is that? で質問にしているだけなんですね。もう一つのポイントはこの would の使い方です。would を使ってアドバイスをすることも多いです。例えば What would you do? 君ならどうしますかと言ってます。なぜ would を使うかというと、これは あくまでも仮の話をしている仮定法の w o ド d なんですけどその相手がその状況にいないので君ならどうしますか君が私だったらどうしますかのような意味なんですね他にも I would break up 私だったら別れるねとか I wouldn't worry 私だったら心配しないねとかですねアドバイスをするときもこの w o ド d を使います 今回はその2つのポイントが入ってますね。Is that what you would do? 君ならそうしますかと聞いてるんですね。Is that what you would do? それはリスニングのポイントに行きましょう。まずは音がよく脱落するんですけど、特に子音で終わる単語と子音から始まる単語が並んだ時は手前のシーンが落ちる。手前のシーンを 発音しないことが多いんですね。そして t は特にそうなんです。t は特にそうなんですけど、さらに w の前の t が特に特にそうなんです。他にも it was fun 楽しかったですの it の t が was の前だから w の前だから落ちて it was fun というんですね。そして what was it それは何だったのという意味なんですけどこの was の前の tw の前の t が落ちて w h a w a s i t と言いますそしてアドバイスを聞く言い方 what would you do would の前の tw の前の t だから t が落ちて w h a w o u l d you do? と言いますそれではこの3つを repeating しましょう It was f u n w h a w a s i t What would you do? ですね。できましたね。T が本当によく落ちます。そして、What の T も落ちてますね。これは、Why の前の T もよく落ちるんですね。例えば、What year was it? 何年だったのという意味なんですけど、Why year? と言います。Why の前の T が落ちるんですね。そして、It used to be fun かつて楽しかった、昔は楽しかったという意味なんですけど、これも「it の後に Y の音が続いてるんですね。スペル的には Y なんですけど、発音が Y なんですね。u s e d to,You ってあなたの You と同じ音ですよね。スペルじゃなくて音が大事なんですけど、e used to と言います。Y の音の前の T が落ちてますね。 そして今回の名詞節 What you would do これも y o U の前の T が落ちて Why you になるんですね。これも全部リピートアップリにしましょう。Why you was it? It used to be fun. Why you would do? ですね。できましたね。そして最後のポイントは Would do なんですね。これは would は D で終わって そして do は d から始まる d と d なのでくっつくんですね同じ音がくっつくんです would do じゃなくて would do になります同じように big guy が big guy とか good day が good day とか get together が get together とかそして with them が with them ですね。th で終わって th から始まる。なのでくっついて with them と言います。それではこれも repeat after me しましょう。Big guy.Good day.Get together.with them ですね。できましたね。それでは今回のフレーズを全部言ってもらいましょう。is that what you would do と言ってます that の t が落ちてて what の t も落ちててそして would do, do がくっついてますねそれではいってみましょう is that what you would do? もう一回 is that what you would do? ですねそして早口で言ってみましょう is that what you would do? ですねできましたね You know divorce is a really big deal Who said anything about getting a divorce? 自分もこういう発音で発信する練習をするとネイティブの本当の発音が聞き取れるようになります。本当の発音になれないと始まらないのでもう早いところ慣れときたいですね。例えば教科書の英語は聞き取れても本当の英語は聞き取れてなければ意味がないですよね。なので 本当の発音になれ,れるトレーニングを僕と一緒にしましょうそして次回も見逃しのないようにチャンネル登録もしましょうそれでは See you next time!